いい女だな。何もしやしないよ。何もね。岸さん、岸さん、岸さん、岸さん。岸さん、岸さん、私ですよ、岸井さん。私ですって。ほら、岸井さん。だから私ですよ。ほら、この顔。そんなことじゃありませんよ。なんですかね、プンプンするんですよ、この街。私の研究材料にぴったりで。きついな、岸井さんは。作家業は波が激しくてね、地道にルポなんかもこなしていかないといけなくて、今度新興都市の文化遺産の研究をしていて、それでこの町にスポットを当てて特集するんですよ。東大元暮らし、いやいや、虎穴にいらずんば虎子を得ずかな。まあ簡単に言うとですね、あなた方がいつも見ている日常の風景、現在の姿と過去の姿というのは実は表裏一体の関係を結んでおり、街に点在する木々など長い長い人の歴史の中でそういった関係を土地とともに営んでいる。つまり人の知らないところで意志は生まれ、それは人に跳ね返ってくる。
なんとこのロマンスグレーのダンディーな私の知識が。そうですか、しょうがない。そろそろ本題に入りましょう。大人の話は聞くもんです。いいですか、これは岸井さんにも大きく関係することですから。そう、あなたの通う学校、日名城高校です。あの空間で起きた数々の超常的な現象、日名城高校を拠点にして日名城の町全体に派生した摩訶不思議な出来事。私が推測するに、日名城高校に特別な意味性があるんではないかと今